IDF 警告戦闘機が舞い上がりエンジン音が空を切り裂いていきますフレアが大量に発射され敵の赤外線ミサイルを妨害する模擬訓練です続いてカイオア偵察機が出動し怪人ロケット砲と30ミリ機関砲で掘り刻んに向けて爆撃します歩兵部隊は自走砲・迫撃砲を出動させます 戦車と水陸容量強襲輸送車は、戦車砲と榴弾砲で攻撃を仕掛けます。15日には、南部平東圏にある三軍連軍基地で訓練が続けられました。地上部隊が榴弾砲と戦車砲で先陣を切り、多くの軍事ファンを魅了しました。空中でも地上でもとても素晴らしい訓練でした。炎天下でも真剣に訓練に取り組んでいました。 我々は彼らを支持して応援しなければなりません。前日の夜には基地の空に照明弾が打ち上げられ、迫撃砲、ミサイルが発射されました。軍は戦いに備えてこそそれを避けることができ、戦う力があってこそ戦いを止められるという精神を持って各種の訓練を実施し、兵士たちの戦闘能力を強化すると強調しています。